ノスタルジア TV。 本日もノスタルジア TV 始まりました。本日のテーマはこちら。この内容をまとめてみました。準備はいいかな？レディーゴー。天才たけしの元気が出るテレビ、放送期間は約11年。ドキュメントバラエティの元祖、他番組への影響力は大きい。今来た加藤、ダンス甲子園出演者、現在は飲食店勤務のようです。コケコッコ岡島、ダンス甲子園出演者、2010年30代半ばで死去。山本太郎、メロリン級、ダンス甲子園出演者、現在47歳。現在は政治家として活動中。 LL ブラザーズ、ダンス甲子園出演者、現在51歳と50歳。現在も現役で活動中。相沢会長、パンチパーマ連合出演者、現在62歳。現在は農家として活動中。岡本真希、お嬢様を探せシリーズ出演者、現在49歳。現在はフルート奏者として活動中。エンペラー吉田、複数回コーナー出演者、2014年102歳で死去。ジェット並越、複数回コーナー出演者、2000年94歳で死去。的場浩司、複数回コーナー出演者、現在52歳。現在も現役で活動中。宅八郎、複数回コーナー出演者、2020年57歳で死去。立川正志、平成の伊達男と呼ばれる若手飛び職人がいた出演者、現在50歳。俳優業を引退されたようです。篠原博明、ちびっこ歌謡曲ツアー出演者、現在40歳。現在はテレビ局勤務。ゲイリー・ヨシキ、ヘビメタシリーズ出演者、現在56歳。現在も現役で活動中。広瀬真也、東大受験シリーズ出演者、1999年、28歳で死去。安室奈美恵、沖縄の空手美少女出演者、現在44歳、現在は引退されています。岡田准一、ジャニーズ予備校出演者、現在41歳、現在も現役で活動中。秀郎、オカマシリーズ出演者、現在57歳、現在も現役で活動中。飯田聡、ボクシング予備校出演者、現在52歳、現在は後進の指導に当たっている。松島二郎、ボクシング予備校出演者、現在50歳、現在は鍼灸マッサージ治療院を経営。劇団ひとり、お笑い甲子園出演者、現在44歳、現在も現役で活動中。三上大和、口喧嘩王出演者、現在45歳。現在は実業家として活動中。土井陽一、元気 FC 出演者、現在48歳。現在はゴールキーパーコーチとして活動中。矢作健、幸せの黄色いハンカチ出演者、現在50歳。現在も現役で活動中。本日はここまでです。次回もお楽しみに。チャンネル登録と動画へのいいね、よろしくお願いします。